さあさあすげえ気合い入れてんだよな。なんでなんだろうな。負けねえぞ負けねえよっしゃ誰によっしゃなんか教頭の顔がさっきもトイレ一緒だったけどさ、俺あんなに引きずってる顔初めて見たよ。一年一緒にやって。自分で勝て。どうしたんだろうな。黒板読みましょう、黒板。読んで。ね、うん。同窓会昨日ね、開校10周年を迎えた我がスクローブロックなんだけれども、はい、生徒のみんなこれ、同窓会うん。行ったことある？どう？まだねえか。まだないって生徒もいるでしょうし、まあ、まあもしかしたらね、うん、ある生徒もいると思うんですけども。中学の同窓会、高校生だったらね、はいはいはい。そうですね。とか大学今行ってるんだったら高校の時の同窓会、うん、ですね。まあ小学校の同窓会もたまにあったり、まあ、たまにね。するけど、はい、一回あるとかないとかそんなもんかね、うん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 、みんなはね。今日きっとそんな気持ちになるのかね。まあ、でも久々に顔見ると、うん、ちょっとあ変わったなっていうのもあれば、そうね、変わんねえなっていうのもあるし、うん、ほっこりした気持ちにもなりますけれどもね。今夜はスクールオブロックの歴代校長教頭が全員集合。嘘でしょ。あーしよし頑張ろう。ちょっと何さっきから頑張ろうって気持ち、自分の気持ちを高めてるんですよこれね。いや今から説明するけど、今日という2時間をね、ちょっと自分にちょっと今日ちょっと割と自分に対しての思いが出がちかもしれません。頑張っていきましょう今日はね。まあいいや、やっていきましょう。ちょっと説明ちょうだいとね。本日は2005年開校当初の初代校長山重校長、先代初代教頭八代教頭、そして2代目吉田教頭、吉田、さらに2代目遠山校長、私3代目芦沢教頭と、うん、5人の校長教頭でお届けしていきます。これに対して頑張るぞって言ってるわけ、はい、教頭。いやまあ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 、そうです。何がそうさせてるの今の。なんかちっぽけな自分が出ちゃうんじゃないかっていう。あ、その歴代の、そのあまりにもレジェンドたちが集まってくるわけだ。ただ教頭先生、はいはい、今の教頭は誰だよ、はい、あ俺だ。だろ、よし、何にも胸張ってよ。そうですね、恥ずかしくないことねえんだからそんな、はい、ありがとうございます。顔の白さがすぐ赤みを戻るように俺は祈ってるからな。頑張ります。真っ青だからね今な。まあだからまあ、はい、ちょっとね、教頭先生もしかしたらあんまりね、はい、正直喋ったこともないだろうし、そこまで。そうですね、全く喋ったことない人が一人。一人中にいる。そうです、今からやってくる3人のうち一人、一人ちょっとおしゃべりしたことない方がいらっしゃいますね。ちょっとだからまあ不安なところもあるということで、はい、ここで芦沢どうなる&リリース問題。はい、何ですかこれ。いきます。いやいや、本日のいやキック&リリースみたいな感じ、生放送授業で芦沢教頭はズバリどうなる。え、1番存在が消える。どういうことだよ。2番、うん、歴代校長教頭に暴言を吐く。何があったんですか俺に。3番歴代教頭に相談を始める。さあ5秒だぞ。分かんなかったら噛んでこい。分かんなかったら噛んでこいよ、時間ないぞ、時間ないぞ。3じゃないですか。3番、歴代教頭に相談を始める。これ自信はどう。自信って何ですか。勘。いやもう勘じゃないですか。勘でいった。おそらく相談じゃないかって感じですよ。3番にいったけれども、さあお願い、どう。いやいや、当たった、当たったら何かあんのこれ。え、正解はこういう気持ちなんだな、いつもみんな。1、2、3番です。ってことで正解なの全部。今日という2時間で芦沢教頭存在消えます。いや消えるんか。で歴代の皆さんに暴言吐きます。嫌です嫌です。さらに教頭に相談を始めます。これ順番によっては最悪ですからね。これまあ暴言吐いていきなり相談始めるっていうパターンもあるかもしれない。順番によってはね。最後に存在消えるの一番嫌ですから。僕情緒だけ気をつけて、教頭の。頑張っていきます。さあね、今日も学校掲示板、寄せ書き掲示板の書き込み待ってる。はい、歴代校長教頭へのメッセージとかね、はい、思い出とか、あの時助けられましたとか、どんな言葉でもいいし、はい、あのギャグ最高でしたとかね。まああるでしょうね、それはね。歴代やっぱ各々、はい、あるんで、はい、何でもいいからみんな送ってきてほしい。お願いします。あのギャグ最高でした、まあ、絶対に忘れてるとは思うよ正直。皆さん忘れてる。ただ、はい、あの責任持ってやらせます。怖いな怖いな。確実にやらせます。今の校長権力を持っている。そして学校掲示板では歴代校長教頭の名ゼリフをモチーフにしたレススタンプも登場しております。これ見た、すごいよマジで。これちょっと痺れましたね。仙台山重校長が、はい、チェッキンガム宮殿ありましたね。あったねこれね。だから初代八代教頭が、うん、あるぞ、あよく言ってた言ってた、あるぞ、思い出した今、うん、あと、2代目吉田教頭が、うん、エンジョイ。え、うん、あれこんなこと言ったんでしたっけ。いや俺も大きな全然ピンときてない。大きなこと言えないけど、なんすかこれ。
わかんない。でももうスタンプ出ちゃってるから。吉田教頭の顔とエンジョイで出ちゃってるから。何回か聞いてますけど多分言ってたんじゃん。言ってました。でもしかしたら今日来たら吉田教頭、はい、やってくれると思うから多分。じゃあ生で見れるんですね。あ、そうよ、まあ、嬉しい。あの面白いギャグやってくれるんだ。やってくれるのが嬉しい。学校掲示板、メール、すべてはスクールオブロックのウェブサイトから。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。皆さんからの書き込みメッセージ待ってます。スクールオブロックブルボンがお送りします。未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック、校長の富山です。ロックのスペルは LOCK。 京都の足田です。今日はね、だから2時間こうやって同窓会ということで、はい、やってくんだけれども、はい、ん、来てるね。あ、これ来て、あ、一人かな。足音が。二人じゃないよ、ね、これ一人ですね、おそらくね。一人だね。え、最初に誰。お、来た、やべ、あれあれ、え、もしかして俺の後ろの気配これそう。いや、そうですね、今風がふわー。あ、これはしかも足沢教頭の横に、はい、どういう気持ちで言ってるのかわかんないですけど、今ね、はい、ヘッドホンを耳にかけんのかな、ね、はい、かけました、ね、声聞かせてもらう。そうですね、やっぱ聞きたいですね。ロックのスペル。違う違う違う、そんな声じゃない、そんな声じゃない。筋肉マンみたいな声してなかったでしょ。いや、爆風スランプのサンプラザ中野先生じゃないと思うんで、ちょっと咳払いして、もう一回ちゃんと挨拶頼むよ。よろしくよ。うん、ロックのスペル。ほら、出ちゃうよ、ほら。違う違う違う、サンプラザ中野くん先生が。そう思っちゃうから、みんな。応援部顧問の時間だよ、これ。ややこしいんですよ、これ。あ、あれ。ロックのスペルは LOCK。 生徒の皆さん、お久しぶりです。教頭の吉田です。どうぞくれて。吉田教頭ですね。ちょっと吉田教頭、はい、久しぶりだね。久しぶりで、すっごい恥ずかしい。何が恥ずかしい。すっごい恥ずかしい。何が恥ずかしい。あの、久しぶりに会う方々だったりとか、職員とかね、職員とか、あとなんか自分の声をなんか聞かれるというか、生徒に聞く、まあ聞かせる職業ではあるんですけども。そうですよね。だって2年半ずっとね、2012年の4月から、はい、うん、そうですね、去年ちょうどだから丸1年。そう、うん、10月2日だったかな、去年の卒業退任したのが、まさに1年ぶりってことですよね、はい、そう、うんうん、なんかでもやっぱ戻るね。何が変わらない。へへって、いや、おかしなこと言ってないでしょ別に。なんかその温度差ありますから。あ、やってた感じだね。そうそうそう、確かにね。うん、ちょっとじゃあまあね、改めてもこの今教頭が今目の前に、俺の目の前にね、はい、2人いるってことだし、すごい状態です、ね、不思議な気持ちなんだけど、改めて、はい、吉田 is back。 ボロシャツを、いいよ、ヘッドホンを知ってる、いい、その完成度ならやらなくていいよ。東京都の出身の吉田はいいよね、本当に。結婚詐欺師の吉田。ちょっと、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 最後のワードだけかっちり言うなよ。本当に1年ぶりにやって、一、はい、うん、回さっき曲聴いて練習したんだけど、もうちょい練習しとけよ。じゃあ練習すげえしてたじゃないですか、さっき。顔真っ赤ね、今ね。いやいや、見たらわかりますね。本当に。結婚詐欺師の吉田だけ。結果伝わったの、東京都出身の結婚詐欺師ってとこだけ。一文でしたよ。俺の情報は。たった一文でしたよ。それだけやっぱ言いたかったから、やっぱ。どう、相変わらず詐欺してんの。してるか。もう2年経ってるんですよ、結婚して。2年間詐欺を続けてる。してない、してない。もうちゃんともう円満な夫婦生活を。うん。足田くんもこういう覚え方してしてるじゃないですか。あ、じゃあ今渋滞がすごいんだよ、だからもうキャラ渋滞がすごい。三本先生が、三本先生が前に出てきてます。三本先生もなーっていうのもやっぱ、ね、いや怖かったよ、あれは。吉田ロックスの中でね、伝説の回、ロックスの、うん、誰だお前。そう、俺が言われたの。これを、うわー、マジか。マジかじゃないよ。あんたが言ったんだよ。吉田なんすか。吉田じゃあなんすか。お、何これ。おかえり。何これ。何これ。これ今までの素材では一切なかったよ。なかったですよ、こんなの。ってことはね、新たにレコーディングしてるね、これ。違う、違う、じゃあ今隣で言えよ。いるんだから、生声で。近くにいんだから。え、これ以上言葉はあんの。まだもうない、もうない、もうない、いいよ、以上だって。嬉しいね、お帰りだよ、本当。ありがとうございます、本当に。生徒とかと出会ったりしてんの、どうなん。
この間1年の間にちょこちょこね、うん、なんかいろんなところで絡んでくれるというか声かけてもらったりとか、うん、聞いてましたとか、今日だってツイッターとかもやってるんでしょ、うん、なんていうアカウント名でやってんの、アカウント名って何に、うん、あのアカウント要はそのポイズン吉田ね多分ね、うん、うん、そっちがアカウント名、多分そうだよね、そうですそうです、アットマークがつかない方、つかない方でいいと思います、そう、はい、アルファベットでポイズン吉田でみんなやってるから、よかったらみんなお願いします、メッセージよかったら今後ね伝えてくれ、これ吉田教頭はあのスクールオブロックってどんな学校だったんですか、吉田教頭、ああ聞きたいね、僕にとっては、はい、本当に真面目な話しますと、はい、まあ教頭先生ではありましたけれども、うん、僕も一緒に学ぶような学校でした、本当にこれは今でも思いますし、うん、当時学んだことを今もちゃんと実践してますし、忘れそうになった時はちゃんと、うん、いやこんなんじゃダメだって思い返してますよ、うん、真面目だねやっぱね、うん、いいよね、本当やっぱ吉田教頭は真面目っていう一面がすごい、スーパークールウルトラクレバーだからやっぱ吉田教頭もういじってるじゃん、いじってない、これだってすぐいじるんだ、こういう文言であったからね、ずっと本当に黙ってたけど2年半校長先生ってやってましたけども、はいはい、あのね頭の中のね、はい、どっかでね常に俺のことを小バカにしてたこの人、それはねちょっとすごくよくわかります、それは気持ちすごいわかるんですよ、足立てめえ視線の奥でね、いやちょっとわかります、足立てめえ乗っかんじゃねえぞ、いやちょっとごめんなさい、ちょっと今2人ごめんなさい、謝んじゃねえぞ、謝んだったら乗っかんな、バカ野郎、ごめんね京都、はいはい、いや今吉田京都、あ、うん、2人いるんで今吉田京都、あ、すいません、そう生徒がやっぱ、はい、やっぱね一番最近の教頭なわけじゃん、うん、うん、いわゆるなんかその、ね、遠山吉田世代みたいな言い方とかもあったりとかね、遠山吉田世代とか、はいはい、いやいや掲示板で確かにその声がすごく多かったですね、うん、めっちゃ生徒がやっぱ吉田教頭と話したやついっぱいいるんで、はい、もし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 、校長の遠山です、教頭の足田です、教頭の吉田です、うわ久しぶり、滋賀県18歳ラジオネーム宇宙スマイルです、宇宙スマイル、宇宙スマイル、話したことあるよね、あります。そうだよね。うん、久しぶり、はい。お久しぶりです。これ、1年ぶりにさ、吉田教頭帰ってきてくれてんだけど。はい。いつぐらいから聞いてくれてる？宇宙スマイルは。そう。僕が高校1年生の頃ですね。うんうん、じゃあ今。2年前ですか。2年ぐらい前。うん、うん。はい。吉田教頭になんか言いたいこととか思い出とかある？いっぱい。あります。何を？いっぱいあります。ですね。うん。吉田教頭と、うん。覚えてらっしゃいますかね。吉田ロックスで、うん、大喜利あったじゃないですか。よくやってた。うん、それで、うん、僕、優勝したんで。そうだ、覚えてますか？俺がチョイスしたんだよね。はい。宇宙スマイルの答えをね。はい。覚えてる覚えてる。中からね、うん。スマイルのやつを。それで、うん、生放送教室でも、うん、吉田教頭の大喜利ナイトっていうのが、うん、どんな授業やったの？人が大事にしてたコーナー笑いながら言うなお前は。はい怒られた。はい速攻怒られた。うん、それで、うん、出演させていただきまして、うん、覚えてますか？あの時に僕が何をやったかっていうの。うん、そこは覚えてないな。何をやった？それでは。このモノマネ誰でしょう。お前か。クイズ形式。あれ。そうですね。私が、うん、古畑です。古畑任三郎のあの時もモノマネしてて、はい。だからちょいちょい電話で何回も話してるよね。俺らね。はい。そうだよね。うん、はい。で吉田教頭の時に多くてそれが。うん、これで。それで、うん、まあ、その大喜利ナイトの反響を、うん、反響をですね、うん、掲示板で見てたらですね、うん、宇宙スマイルさんすっごい面白いじゃないですか、うん、これを一人で電話の向こうでやってるんですか、うんうんうん、爆笑ですわみたいな感じの書き込みがありまして、うんうん、それで僕のちょっと将来の夢が、うんちょっとできたんですよ。おお、何を？その将来の夢っていうのは、うん、お笑い芸人になることなんです。あら、ね、はい、あれね、宇宙スマイル？はい。いやでも今ちょっと率直なこと言っていい？はい、どうぞ。モノマネのクオリティ下がってない？厳しい、厳しい。さすが。僕も思ったんですよ。いやお前もっとできてた気がするんだけど。確かにね、確かに。いやでも、うん、ちょっと。
次のこれ聞いてください。お、何？じゃあ、この人は誰でしょうか？全部クイズ形式だろ、これ。そうですね。まあ、ザッケローニが、今、どこにいるのか。わかるよ、わかるわかる。わかる。わかりますか？うん、わかる。ですか、これは。ジュンイチ・ダビッドソンだろ。違う。モノマネしてる人の名前になっちゃってます。でもまあ、そっちの方に寄ってる気がする。だいぶ寄せてますけど、そっちにね。本田圭佑ね。はい、そうです。うん。でもまあ、じゃあ、お笑い目指してんだ、今。はい、目指してます。だって吉田教頭もね、お笑い好きで、ずっとね、今でもね、やられてるわけで、なんかこう、先輩として、なんかこう言ってあげられることがあったりとかしたら、フェスマイルに。なんだろ、モノマネのクオリティはまあ自分で努力すればいいだけだけど、はい。お前の今のその思い切りの良さも100点だな。うん、完璧よ。そのままでいいと思う。ありがとうございます。こうね、恐れるところがやっぱお前のいいところだよね、これは。芸人が一番持ってなきゃいけないところよ。あ、そうですね。もうライバルだもんね、これね。そう。言ってもね、吉田教頭のね。目の前に現れたら蹴落とすけど。急に怖い。で、これ吉田教頭これ、マジだからね。割と前気になってたんだよ。宇宙スマイルありがとうな。ありがとう。ありがとう。これからもよろしくね。よろしく。はい、よろしくお願いします。はいよ、じゃあね。すみません。はい。すみません。何よ。吉田教頭に一言。いいですか。吉田教頭。いつになるかはわかりませんが、また、未来、一緒に仕事ができるのを楽しみにしております。おお、待ってるぞ。はい。俺もじゃあ、見届けようかな、そこ。横にいるかもしれないし、もしかしたら俺もな。そうね。うん。じゃあ俺も頑張るわ、宇宙スマイル。じゃあね。じゃあね。はい、さよなら。はいよ。いやーなんかいいな。みんなすげえ覚えてるもんだね、やっぱいろんなことね。じゃあ吉田教頭はもちろん、じゃあここでお別れってことで。いやー早い。お疲れした。じゃあお疲れした。二人で来るな。この後ももちろん吉田教頭も。お願いいたしますよ。最後まで。こういう種の笑い初めて。こういう種の笑い。ザ・ベタな笑いだ。こんな教頭見れるのスクロブロックだけだからな。そしてこの後もスクロブロック、歴代校長教頭、やってくるぞ！School of Rock 10th Anniversary。鍵を握るレイディオ、スクールオブロックと申します。School of Rock 10th Anniversary。東京ヘムから全国38局に向けてお送り中、スクールオブロック。10月から毎週火曜日のアーティストロックスを担当してくれるのは、アレキサンドロス先生。本日11時8分過ぎより第1回目の授業、一体何の講師を担当することになるのか、校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 LINE で10周年を記念したプロジェクトがスタート。昨日から来週の金曜日まで毎日生放送授業のどこかで発表されるキーワードをスクールオブロックの LINE アットに送ると、この学校の職員 LINE スタンプ画像を無料でプレゼント。さらにこのスタンプ画像にはですね、秘密の暗号が隠されています。スタンプ画像を集めて暗号を解いた生徒先着で10周年記念のスペシャルなクリアするファイルをプレゼントってことで、今日のキーワードは新曲解禁。これ全部漢字でございます。今すぐスクールオブロックの公式 LINE アットに話しかけてみてください。京都らしだです。10月8日木曜日のスクールオブロックで、ラッドウィンプス先生の新曲愛のベルを初オンエア。京都の吉田です。普通にお知らせをありがとう、吉田教頭。しかもこれ嬉しいわ。これ初めて言う情報ですからね。俺と吉田教頭言ったことないやつね。これそうなんですよ。マジで初めての情報。結構な任務を今任されてたわけ。さらっとありがとう。すごい、ありがとうございます。3人いるとやっぱ告知3ついけるってことなんだよこれな。そういうことでございます。沖縄県14歳女の子、ラジオネームサキイカ。サキイカ、サキイカ。吉田教頭、はい。ところでエンジョイって何ですか。これ吉田教頭のギャグですよね。え、知らない。あれ、いや正直今レススタンプになってね、吉田教頭の顔で、すげえ頬がこけてるね、吉田教頭がエンジョイって言ってんだけど、顎がちょっと変な形になってるぜ、あのスタンプ。ちょっとこけたことないんだけどね。よく分かってない。さっき校長先生冒頭で言ってましたよね。なんて？エンジョイ言ってた。全然言い方違うなと思って。エンジョイとかかなと思って。ああ全然違う。言い方が違うから僕がピンときてなかったんですね。吉田教頭エンジョイとか。違う。え、本物どんな感じ？変
ジャイ優しい。ああ、こんな感じ。お気に入る感じだった。ほっこりするやつだ。そっか、それか。そうか、どうでピンとこないわけだ。生徒のみんなも待ってました。ね、待ってました。湧いております。これみんな湧いてますよ。これかよ、忘れてたわ。なんだよって今なって。忘れるかな。マジか。ありがとう。吉田教頭。いやいや、ありがとうございます。あれちょっと待って、遠くから、うん、あれなんだほら、聞こえているよね、やっぱりこれね。あ足音してるわ、うん、完全に。これもまた一人ですかね、これは一人だね、うん、これ、ああ、姿が来ちゃったよ。来ましたね。やばいよ、やばいやばい。ああ、もうダメだ、もうこれダメだ、もうまずいよ、これ、まずい。これちゃんと挨拶しながら、ね、頑張ろう、俺頑張ろう、今日、うん、おさー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 、おさむちゃんだろ。なんで言うの、おさー、なんでおさむちゃんだよ。なんで違うでしょ。ほら出た、ほら出た、違うんだよ。違うでしょ。やばい、今日も終わりだよ。もうむちゃくちゃですよ。もうずっとはぁじゃないんだよ。やるだけやってる、生徒の皆さん、お久しぶりでございます。教頭の、白ひげこと、エドワード、ニューゲートでございます。グラ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 、ワンピースね、グラ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 、違うでしょ。違いますよ。その声を聞いて、あ、はい、久しぶりだってなってる生徒がいっぱいいるわけだから、うん、あ、リトルマンボウの声を聞いてね。リトルマンボウじゃない、リトルホンダじゃなくて、ね、ホンダケースケも大変だから今。やっぱ海のリーグでね、戦ってきたわけですよ。いや違う、戦ってない、海に帰った男だからね。マンボウに、リトルマンボウ、そう、リトルマンボウに聞いたんですよね、これでいいのかと。そしたらやっぱもう、うん、もうちょっと海にいろと。じゃあ帰ってもらっていいの、じゃあ海に帰ってもらって いいんですよ。引き潮だから今日。いやいや、それだと OK なんだ。引き潮だと来れるんだ。引き潮だと帰らなきゃいけないですか。そう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 、今日引き潮だったからね、来やすかった。歩いて来れるってことですね。マンボウヤシロ教頭でしょ。はい、教頭のマンボウヤシロです。よろしくお願いします。今だから、はい、俺富山校長の目の前に、はい、うん、歴代の教頭勢揃い、はい、3人いる状態、めちゃくちゃな状態、はい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 、これ今までもう、はい、史上初の出来事で。そうですよね、これは、はい、歴史があるからこそできることで、うん、あ、ま、ね、ということです、はいはいはい、うん、まあ、社教頭は、2005年のもう10年前ね、はい、10月に開校当初の、うん、教頭先生として6年半にもわたって、うん、はい、どう、うん、覚えてますよ。始まる時もね、うん、本当やっぱもう読むのやめてたジャンプをもう一回読んでくれって言われてね。もう職員に、職員から生徒に寄り添えと。それがね、やっぱりね、うん、俺もうジャンプ一回やめてんだけどなっていうところからね、はいはい、やってくれってことでね、うん、3ヶ月間読まずに貯めてね、うんうんうん、でそっから単行本を買って、うん、ブリーチとかナルトとかワンピースとかの、一回追いついて、一回追いついてジャンプに、うん、で結局ね、番組やめてから読み続けてるね、うん、ジャンプ、うん、ジャンプ結果でも良かった、良かった、ジャンプ面白い。やっぱ本当にアニメ化が終わってからのトリコのね、うん、飛躍の仕方、もう自由になったトリコは、もう本当すごい領域入ってるから、ジャンプは縛られてたわけじゃないんですよ、うん、縛られてたんで、縛られてたんだよ。いや、そんなこと言うんです、島袋先生はそんなことないですよ。そんなことない、そんなことない、何を言ってるんだ。いや、覚えてますよ、楽しかったですよ、本当に。吉田教頭と一緒で僕も勉強させてもらったことが多いですよ、この番組で、うん、どんなことをこう人に戻してもらった、今までの、今それまではもう芸人としてこう戦おうとかですね、人を傷つけても何とも思わない自分がいましたが、人になったね、人間に戻してくれたって感じ、うん、で今もう一度妖怪になりたい。その芸能界、どういう感情なんですか。芸能界で戦う上でもう一度妖怪になりたい。やっぱそれぐらい人間に戻っちゃったから、スクローブロックによって、よって、まあいいとこでもあるし悪いとこでもあるしっていう、恨んでるとこもあるよ、これでも、林も辞めちゃったしさ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、まあ、6年半も夜やってたら林も辞めちゃうよ、それは、まあ、初代カリスマセールスマン、初代カリスマセールスマン、はい、林さん、阿部も辞めるぞ、そろそろやめなさいよ、よしなさいよ、そのポイズンガールバンドも辞めるぞ、辞めないよ、ポイズンガールバンドも漫才ライブも積極的に打ってましたね、はいはい、今ね。ほら荒れるんだよ、ほら本当に場が荒れちゃう。で、なんか言ってくださいよ、そんで、やめない、熊切あさみの話しようか、結果の話、ほらこの間もしたじゃん、藤原紀香が恐ろしいって話、やめろやめろやめろ、恐ろしくないんです、素敵な女性だよ、それはそれは知らない、何だよ、掘り下げだったらややこしくなりますから、ごめん、一回帰ってもらっていいかな、いや、でもまた来るよ、ダメだこれ、これだよ、引き潮ですからね、最高のスクローブロックだよ、これだよ、はい、これね、はい、ほんと僕としてはですよ、うん、もう5年半やらさせてもらって、はい、昨日で丸10年スクローブロック迎えて、うん、全員と僕はこの毎日を過ごしている、うん、わけなんですよ、うん、で、初代八代教頭は僕2年間、うん、何にもわからない時期からずっとお世話になって、うん、僕からしたら急に真面目な話になるかもしれないけども、いやいや、まだチンゲも生えてないようなやつだったからね、ペペだったな、あれはな、ようやく産毛が生えたぐらいで卒業かな、広かったな、あれはな、うん、そうなんですか、でもその頃やっぱ俺はその、うん、
勝手に今でもね、うん、師匠だと思ってますよ、俺は。うん、俺も弟子だと思ってるよ。あるすごい。勝手じゃないから安心していいよ。すごい合致してる。お互いのあれが合致している。で、お互いのだから、チンゲがこう生えたと。すごい言うな。生えさせてもらって、すげえ嬉しかったと思う。吉野さんも生えてなかったってことですか。俺も生えてなかった。お互いようやくこう目が出た状態。よく選んだな、この二人。だ痛かったからすごい。パタパタしてた、うん。お風呂でドキドキしてた。あ、なんかちょっとなんか、産毛みたいの来たって言って。ドキドキしてた。縮の期間を超えて、チンゲが生えなくていいよ。なあ。で、そっから吉田教頭になって、吉田教頭はね、やっぱりこの全てを分かってる人だった、うん、そうね。だからそんなことないですよ。僕がこう2年半の間ね、毎日喋らせてもらってても、やっぱ教頭、うん、吉田教頭は、うん、ちゃんと僕のその足りてないところとか、うん、そういったものをちゃんとこう埋めに行ってくれて、うん、でそこは本当にこう助かってるし、それによって学んだこともたくさんあったし、はい、だからその吉田教頭がよりこうね、ふさふさにしてくれたというかそこに帰ってくるんですね。人間はね。言わなくていいですよ。そのつもりはなかったけどね。いやでも実際俺本当にそうやって思っていて、だから本当感謝しかない。ふたふさにしてくれてどうもありがとう。だってふたふさ？ふたふさです。あ、二つの場所をふたふさにしてくれてるからね。そう、裏側もだから。あ、表と裏側。こういうとこ懐かしい。噛んで攻められたところ、すぐ何事もなかったからに返して。懐かしいわ。やっぱりあるんですね。うまいんだこういうところ。確かにね、すごいんですよ。自分のミスをね、認めずにね、流すのすごいうまい。吉田教頭に鍛えられたとこね。すげえ来るからやっぱ。俺はそこ負けじとやっぱ俺耐えるぞっていう。で今の子は芦田教頭はまあイメージといえば、まあその猫。いやいや薄いな俺だけ。すげえ薄いな。猫で稼いでる。いやいや、嫌なイメージしかねえ。猫でいくらもらってやめなさいよ。だから寄ってくださいちょっとそのくらいで。猫の言っちゃおう。何キャット稼いで。何キャットで。何コインみたいのじゃないですよ。何コインみたいじゃないですよ。別にキャット集める。昨年度、昨年度。いや、いいですよ、もう。やめましょう、これ。やめましょう。ちなみにでもさ、アメリカン状態は何匹買えるの？いや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 、それで掲載してないですから、僕。でも本当は猫嫌いなんだもん。なんでそんなこと言うんですか？嫌いとかビジネス、ビジネス猫。違いますよ。猫飼ったことはないんですけど、猫好きで。怖い。猫飼ったことない。飼ったことはないんですよ。あ、怖い。なんだ大山コーチも言ってたけど、藤原紀香って怖いね。何の話ですか？俺言ってねえんだ。話変わってますよ、そんな。俺マジで綺麗な人だと思ってるから、俺は。やめろ。何の宣言ですか？本当に思ってるから、俺。マジで綺麗だと思ってる宣言いらない。本当に綺麗だと思ってますよ。やばいですよ。おめだ。やばいよ本当に。まあ、そんな感じかな俺はね。そう、歴代の3人の教頭の大使。じゃああれですね、ここで、まあ、歴代の教頭が全てね揃ったということで、何第1回スクールオブロック教頭サミット。あ、何これ。さあ来ましたね、この時間は3人の教頭だけで遠山校長についてね語っていきたいと思うんですけれども、俺について。やっぱり僕ら全員が、もうこの校長をね、はい、体験してるわけですから、体験してる。アトラクションじゃないんだよこの乗り物に乗ってるわけですからね、どうですか。僕やっぱりいろいろ長いことやってて悩むというか、この人とどう向き合っていったらいいんだろうっていう。え、俺そんな風に見られてるの。いくつかあるわけなんですよ。一番の悩みは何ですか、遠山さんと一緒にやってた。やっぱそうですね、変な話、一番時間合ってる人じゃないですか。そうですね、まあ普段すごく優しいんですけど、一番ちょっと傷つくのは、ちょっとまあちょっとなんかシーンとなってしまう瞬間とかあるじゃないですか、やっぱ喋ってると。その瞬間、その CM 行くじゃないですか。CM 行ってる間にすげえ冷たいんですよね。冷たい。なんか滑っただろお前っていう空気をすごく出されて。そんなこと言うの？そう、なんか滑ったとは言わないんですけど、なんかちょっと。空気を出されるとか。なんか冷たい空気出されて。なんか無言で下向く。やめなよ、そういうの。ため息ついたりとか。喋っていいですか？いいよ。俺、出してないじゃん、そんな。いや、ちょっとやっぱそういう感じ。ここはもうちょっとなんか、アドバイス、僕は偉そうですけどね。遠山さん、どうしたんですか、急に。急に。いや、いつものお約束だから。何ですか、どうしたんですか。吉野教頭が、うーって言ったら俺の輪を発動する。しっかりと動きまでつけて。催眠術かけられてる。顔まで赤くして。催眠術でもかけられてるんですか。急に見ないでよ、なんか言ってた俺。言ってましたよ、催眠術かかってますよ、なんか。いや、だから。いやいや、びっくりしますか、生徒が。それ、増田岡田の岡田さんのなんで。一回はね、ポンという番組で、許可もらいました。あ、もらったんで、あ、じゃあいいです、じゃあ。やってますってこと言いましたね、俺ほんとに。ちょっとね、ひどいね、やつが。ちょっとそういう、だからそういう空気出される時がちょっとあるんで。え？でもね、わからなくはない。本当ですか？あるある。え？そういう瞬間ばっかりだった。教頭にもそんなことない。なんか滑った時に、そのまま CM 行った時に、なんか、吉田さん滑ったので、ちょっと反省しといてくださいねっていうのを背中で語りかけて、なんかね、その空気が出す。先輩面。違う違う、それは何も言わないのは、なんかそれはそれで冷たくなっちゃうから、そういう感を出して、でなんかこうコミュニケーションを変に言うのもなんか、あれ。やっぱ思ってたんじゃないですか。感を出してるじゃないですか。
だそんなでも俺冷たくは言ってないよ。いや、まあ、だけどそういうふうにちょっと見えがちっていうのもありますよ、ね、やっぱ遠山校長って芦沢教頭に対するコンプレックスがすごいんですよ、はい、あそうなんですか。やっぱり猫で稼いでるし自分よりお金もらってるなとか、あとフォロワー数も多いですよ、うん、ツイッターとかの ああいうところをね、はい、ずっとね引っかかってんの。あそうなんですか。そうもう俺はねもうそうもうやめねえかそういうのって言った何回か。でこの前さトイレでさ、はい、おしっこしてる時にさ、はい、遠山校長に言ったでしょ、はい、洋服あげましょうかって、はい、あれ引っかかってるだいぶ。あれをねこうなんかあいつねやっぱ俺のことだいぶ下に見てやるっていうのをうちに来て酔っ払って管巻いてたよ。うわー、うん、それはちょっと、はい、これは本当に、はいはい、今でも根に持ってる。だからそういう部分のねすれ違いが多分、はい、そう冷たさに現れてしまう。なるほど。じゃあそれ僕も悪い一面がありましたね。そうそうそう。教頭が着てる俺のおしゃれな服、うん、校長着ますどうですかみたいな感じで言われないと。そんなニュアンス言ってなかったよ。優しさじゃん、優しさじゃんね、洋服あげましょうから。でも言っても俺だってスクールブロックで行きゃ4年半長いのに関係ない。洋服にファッションに、そうですね、カットソーくれよ。カットソーくれよ。厚手のカットソーくれよ。わかりました。一瞬やっぱとんでもねえ嵐の時間あったけれども、なんとかこう嵐を切り裂いてね、はい、到達している状態で今のところ ね、はい、そしてね八代教頭、はい、もう掲示板にもたくさん八代教頭の頃が懐かしいとか、うん、話をしたいとかっていう生徒がいっぱいいるんで、本当にたくさんいます。本当ですか、ありがたい、うん、もし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 、校長の田山です。教頭の芦田です。教頭の吉田です。教頭のマンボウ八代です。すげえマンボウつけるんですね。ごめんね。ごめん。長野県17歳バカウケです。バカウケ。バカウケ。17歳っつったね。はい。ちょっと学年聞いていい？高校？ 2 年生です。高2はいいぞ。ありがとうございます。どうだ高2は？楽しいです。もっと楽しくしてやるよ。ありがとうございます。中2高2はフリーダーン。フリーダーン。ちょっと待って、ちょっと何？はい、はい。はい。フリーダーンって何？アジダ教頭これ。やっぱだって今よ、すごい苦節つく、もう、噛みつぶすような顔で言ってたよ、フリーダム。じっくり言ってないじゃないですか。いやいや、そんなことないな。もう大丈夫だね。そんなことないですよ。全然物にしてないじゃん。いやいや、そんなことないですよ。中二はいいぞ、高二はいいぞとね、僕やら、言わせてもらってたんですよ。はいはい。行きますよ。吉田教頭が引き継いでね、それをね。うん。で、さらに、こう、芦田教頭が、そうですね。自分なりに生み出したもんでしょ。そう、生み出したもんですよ。高二はいいぞ！ありがとうございます。どうだ、高二は。楽しいです。ああ、もっと楽しくしてやるよ。ありがとうございます。中二校には、フリーダーン！フリーダーン！もう笑っちゃってんじゃん。迷いがあるじゃんか、それだけ。汗か、すげえ汗かいてる。どうしたのよ。どういう気持ち今。なんかそれ、なんか歴代の必殺技がどんどん続いてるんで。なんか俺のは正しいのかっていう、ここに来てるなんか一瞬、そうだね、一瞬気持ちが出ちゃったね。でも、信じ続けてやろう、はい。これ、続けることだけだから正解は。そうそうそう。頼もしい。ただ、バカウキからしたらさ、これたまらんでしょ。はい。こんな三連コンボ、今日だけだもんね、これね。本当貴重ですね。ありがたい、ね。ありがたい、本当に。うん、バカウキはいつからスクロールロック聞いてくれてんの？中1から聞いてるんですけど。4年、5年ぐらい前？はい、私、実はずっと、スクールオブロックの授業の内容を日記につけてて、その、日記があるんです。どういう風に日記つけてんの、うん、それ。はい。自分の思ったこととか書いてるってこと？いや、本当に授業の内容と、校長先生が最後に書いた黒板とか、だけなんですけど。はぁ、そういうの書いてる。その時の校長じゃ俺？富山？そうです。教頭は？最初八代教頭で、うん、吉田教頭になって、うん、で、芦沢教頭になっても続けてます。おぉ、すごい、コンプリート。はぁ、嬉しいね。これは嬉しいっすね。なんかこう自分で印象に残ってるそのさ、日記とかってあったりする？はい、うん、でも、なんか、時々見返したりすると、なんか、こんな授業あったなって、思い出したりとか。そっかそっか。これ、あと、今日さ、八代教頭も来てくれててさ、はい。なんか、八代教頭との思い出とかさ、言いたいこととかさ、なんでもいいよね。はい、中1と中2の時に、私、すごい部活で人間関係がうまくいかなくて、悩んでた時に八代教頭の言葉にすごい助けられたんです。なんか言ってた？すごい毎日授業聞いてて、うん、なんかふざけたことを言ってる時は本当に嫌なこと忘れられたし、
掲示板逆転とかしてるときはなんか私にも言葉かけてもらってるような感じがしてすごい支えになりました。ありがとうございます。はい、うん、うん、それでずっと安与教頭にお礼が言いたくて。あら、本当にありがとうございます、うん、こちらこそありがとうございます。なんかね、こう時を経てね、こう伝えてくれるのは嬉しいですよ、本当に。あの僕夕方、はい、あの時計姫で番組スペイン坂でやらせてもらってるんですけど、そこにもですね、だいたい平均したら1日1人から2人、大学に合格しましたとか、うん、先生になりましたとか、はい、結婚しますとかって、うん、京都先生ってみんな来てくれるんですよ、うん、本当に今話してるバカ受けみたいにね、ありがとうございますって言ってくれたりとか、本当にね学校の先生みたい、うん、みんな来てくれてね、先生先生、私今こんな感じです、僕こんな感じですって言ってくれてすごく嬉しいし、本当に当時僕もね、なんか仕事で嫌なことあったりとかしてもですね、夜10時にここに来ると生徒のみんながですね、手放しで教頭先生と言ってくれる、バカウケをはじめみんながね、だからすごく踏ん張れたところもあるし、僕も本当に当時のことはね、とっても感謝しております。バカウケさん、はい、そしてね他の人も本当にありがとう。ありがとうございます。うん、でまた多分今日のこの2時間のことも、うん、この後放送終わった後にいつも書くの、日記は、うん、はい、おお、どんなこと書いてくれるのかもね、うん、彼氏いんの？いや、いないです。お、待っとくわ、とりあえず待っとく、待っとく、どういう意味、どういう意味、どういうことですか、待っとく、あと3年でしょ。いや、そのまあ17、20歳になったらってこと、うん、20歳になったら、うん、ごめんなさい。とんでもないブラックホール、全員が吸い込まれた今、急にこんなに人いるのに、ありがとう、バカウケ、ありがとう、ありがとうございました。のね、過去の日記を見返していったら、うん、ある日のね日記には、うん、八代京都アメリカを批判するっていう日記がもしかしたら、やめろって、そんな日があったりするのかな、そんなすごい日があったんですか、ね、プロデューサーの方が来て謝るようにって言われて、なんで謝んなきゃいけないんですかって言われて、いろんな話し合いの末数分後に謝ったんだから、割と早い時間帯で、ちゃんと謝罪したんです。先ほどは不適切な発言が、やめろよそんなの、数分粘るなよそもそも、その話をまさか愛のテーマに乗せて喋るとは思わなかったな。愛があってこたんじゃないよ本当に。そんなこと言ったら俺だって言うよ、大山校長だってさ、東京 FM にさ、あの東京ウォーカーの人連れ込んで、やめろやめろっつってる、やめろキスしてたら、やめろっつってる、だからそれは、それは、え、いや、それはごめん、5年前したけど、やれっつったのてめえだからな。いや違うじゃん、いい感じだったじゃん。違う、俺はそんなつもりはなかった、全然。東京アルコ女やめろっつって、その人とどうなってんの、知らないよ、連絡先も3年前にメールしたけど帰ってこなかったわ。言うこと言え、もう時間ないから、うん、知らねえよ俺、その人に何か一言、俺も無理だ、俺言えない、その人に言った方がいいんじゃないか、俺無理だ、俺はもうやってらんねえよ、足沢京都、足沢京都もいいよ、俺は無理だ。この後はですね、キック&リリース、本日のキャストは昨日の10枚が外れたので11万円です。でかいよね、愛のテーマ、 10th anniversary、 東京ヘイムから全国38局に向けてお送り中、スクールブロックのウェブサイトに10周年スペシャルサイトがオープン。歴代アーティスト、講師、ガールズたちからのメッセージが届いているぞ。校長の富山です。ロックのスペルは LOCK。 先行ライオットの歴史や未来の鍵を握った音楽史も掲載されています。時間があるときに見てみてください。京都の足田です。そして2代目京都の吉田です。初代京都のマンボウ八代です。あ、ちょっと可愛く言ってくれた、ありがとう、ということでね、今んとこね、この10時代からは、はい、歴代の教頭先生3人と、はい、俺富山校長と授業を送ってるんだけれども、うん、はい、新潟県17歳女の子、ラジオネーム中っくま、中っくま、同窓会、うん、校長と3人の教頭でなんかすごい楽しそう、すごい伝わってくる、楽しいと、うん、うん、そうだね、言っております。何よりですね、まあ、うん、楽しいのね、生徒のみんなもたくさん思い出とかこう伝えてくれてね、蘇、うん、ってくる時間とかもあるし、はい、そういったものが全部楽しくしてくれてるわけだからね、うん、さあここから、はい、まあ、さらにまだね30分ぐらいは授業あるわけで、そうなんですよ、ちょっと先生もね歴代のね、うん、教頭校長にこう暴言、暴言いつ吐くのかな、暴言ってあれ、 あと一人だからね、うん、言ってもそうか、もうこの方しかいらっしゃらない、うん、そういうことになりますね。あれ入ったよ、来た、入ったなんだ、口をパクパク口をパクパクさせて言いますけど、あれ、どういう状態なんですか、シーン打ちと、あわ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 言っている、未来の鍵を握るレディオスクールオブロック。
校長の山重です。ついにこれはすごい、ついに先代が生放送教室に登場ということ で、 すです、ね、急な大声のクレームだけねやめていただけたらそれだけは受け付けません。ケットの中でこそっと気にしてたなんて怒られてびっくりしてるかもしれませんけど、どうも皆さんお久しぶりでございます。声やったなこれ喉やったなこれ、はい、改めまして先代どうもお久しぶりっすね。久しぶりだね。先代はもうだから2005年の10月、そうだね、ちょうど10年前の開校当初の初代校長先生として、うん、はい、4年半、いや本当にそのバトンを受け取った富山校長、はい、あんたすげえよ先代。んなことないっすよ。いやそれはさ、確かに俺にもさ、はい、芦田教頭から服あげましょうかって言われたことを、はい、ムカつくっていうのは確かにしてきたよ俺にも。どんだけ気にしてんすかその話は確かに俺にもしてきた。朝方の新宿でしまった、すいません、したね、どんだけいろんな人にしてんすか、うん、そこに関してはね、はい、富山校長まだちっちゃいなと思う。あれ、うん、俺っすか、ちっちゃい。俺がどうしたらいいんすか、そういうのどう思ったらいいんすか、どう行動したらいいんすか、言われたら思う思わないじゃないよ、うん、もらえばいいんだよ。うんそうだよ校長、うん、もらっちゃえよ服を。俺稼いでんだから、あんたよりも。これ、ついに言った。ついに言った。稼いでんだから、今。気持ちいい、気持ちいい。簡単だよ、だからもう。で、猫がね、話したらもう全部金持ってくんだよ。うわ猫が。ついに、ついに化けの皮荒らしやがったな。それでいい生地のカットソーやるよ。着こなせ。マジで持ってこいよ。着こなしてみよ。明日着てやってやるから。サイズ合わねえだろうけどな。絶対持ってこいよ、明日。絶対サイズ合わねえけどな。マジで持ってこいよ。太ってっから、なぜなら。いいよ、痩せてるよ、俺。10年ごとに始まってるから。痩せれるぞ、お前ってなんか水分多いよな。お前関係ないぞ、今。お前の見た目って水分多いよ。なんで入ってくんの、先代だ。先代のせいだ。肌とかさ、肌とか水分多い。ミネア塗ってる、ちゃんと俺。先代はね、どうした先代。おじさん、このペースについていけないんだよ。ブランクが長すぎてよ。さ、山重おじさんですか。そうね。ちょっとさっきも言ってたもんね。ちょっとペース早いなっつって。早いし、ランペースだからね。ちょっと、これね、はい、今日ついに、はい、もう歴代ですよ。10年の、はい、まあ、歴史がここにね、って自分で言うのもあれですけど。史上初のことなんですけど、はいはい、ちょっと一回あれやっといていいですか、この5人いるんで。やりますか、一回、うん、やっちゃっていいっすか。スクールオブロック校長の山重です。ロックのスペルは LOCK、 教頭の社だ。スクールオブロック校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、 教頭の社だ。スクールオブロック校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、 教頭の吉田です。スクールオブロック校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、 教頭の芦田です。これがラジオの中の学校、スクールオブロックの校長教頭だ。やっぱ遠山校長のボリューム多いんだね。俺三連ちゃんでした。三連ちゃんいっちゃってるんですよ、ね、それが歴史だよね。すごいですね。やっぱ先代最初の1回でも消えちゃいましたから、うん、これね、うん、はい、そうよ、だってそうよ、だって俺吉田教頭ともね、はい、やってないわけですから、はい、そうか、うん、そうか、そうですよ、ね、そうですよ、はい、で、もちろん芦沢教頭とも先代はもう先ほど丁寧には初めましてという挨拶を本当の初めましてだったんですよ。そうです、そうです、そうなんだ、そうなんだ、そうなんです、うん、これちゃんなんかその2人の時間とか、うん、あったらもう僕らだってもう、ね、1分でもね、はい、ちょっと2人で、ね、なんか今思いだったりとか、うん、ちょっと山重さんっていうのはあの何をされてる方なんですか。僕あの割とお芝居とかをなりわいにしてまして。そうか、はい、じゃあなんか舞台とかそういう。そうですね、だからその、はい、当時役者ですなんてことは一切言わなかった、はいはいはい、校長だでしたから。そうですよね、うん、たまにあの、はい、今も舞台とかやってるんですけども、はいはい、僕のラジオを聞いてた子たちが自分のお金稼ぐようになって見に来てくれたりするようになったんですよ、はい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 、で楽屋に来てくれて、はい、で会うと山重校長って急に泣き出すんですけど、共演者は共演者で僕がラジオやってとか知らないから、あいつ何若い子泣かしてんだってなんかよくわかんない時間が楽屋で流れるっていう、そんな役者です。あちらです、よろしくお願いします。教頭が自分が何になってるの。僕はあのそうですね、あのお笑いを勉強しつつ、そしてあの猫で大量に金を稼いでるっていう。うん、悪いやつ開き直ったじゃんか、ね、はい、俺やっぱさ、はい、スクールオブロックの校長教頭が金稼いでる、はい、よくないと思うよ。絶対よくない。金稼いだらやっぱやめた方がいいんだよこの番組。そういうもんなんですか、うん、俺しいな。昔さ、はいはい、始めた頃にさ、はい、あのカオル先生にね、はい、頑張れと今いらっしゃるここに、はい、今これこのスクールオブロック頑張ったら、はい、
聞いてる10代の子たち、うん、いつか年を重ねます、うん、はい、20歳になり25になり、うん、どんどんいい女になってく、はい、そん時に本当のモテキ来るぞって言われたの、うん、全然来ねえよ何ですかこれ、この野郎嘘つきやがったよ、なんだこれ、言われた辛い時ね、はい、やっぱ全国の10代の悩み聞くなんてね、はい、普通の仕事をしてきたこっちからしたら、はい、もう分かんなかった、分かんないことだらけで、うん、みんなの情熱もね、はい、こうどう受け止めていいのか、うん、みんなの苦しみをどうやって共有していいのか分かんなかった、はい、その時に確かにカオル先生に言われた、うん、そこのブースの外のとこでね言われた、うん、俺実際ね地方に仕事とかで行って、はい、こんな話10代にするもんじゃないけど、キャバクラで会ったことがあるキャバクラで会ったことがある、キャバクラで生徒に会ったことがある、詳しく教えてもらっていいですか元生徒に言っても、元生徒に、高校時代、その声もしかして八代教頭ですかつって、隣の席に着いた子が、うん、私、今、うん、昼間専門学校行ってて、はい、お金をね、自分でね、学校代稼がなきゃいけないから、うん、夜、キャバクラで働いてるんです。もうスクールオブロック大好きで、カセットテープに録音して、今でも冷凍庫の中に入れてます。誰が口説けんだ誰がその女を口説けんだ世の中で。俺はね、その光景をね、隣のテーブルで見てたけど、さっきまで走出てた八代さんが急にスーンってなってお酒飲んでるからなんだろうなと思ったら、俺だって最後まで頑張れって応援したんだから金払って酒飲んで頑張れって応援してたから、応援する人あんま見ないですからね。いやでもね、本当にこれ冗談抜きにね、例えば NHK でね、もう何人もいるんですよ、スクローブロック聞いてたとか、あとは日テレでも会いましたし、それからテレ朝の AD でも会いました。この間ね、スカパーで仕事して制作会社の人も、それからフジテレビのドラマ班にもいるんですよ。いろんなところ誰も仕事持ってこねえただでもなんだろう、ただね、元生徒が今ね、あの本部長としてね、マンボヤシロさん、スカイロケットカンパニー、全国じゃないんでね、あれ東京 FM で、あの生徒聞いてると思うんだけども、そこではね結構ね、お仕事いただいたりとかしてると聞いてますよ。お互いね、お互い、そうそう、だから楽しくやれてんですよ、ずっと。はい、でまさかね、レジェンドたちの愚痴の時間になるとは思わなかったから今ね、びっくりしちゃって今その時間だったら確かに愚痴になってるね。じゃあ次僕の愚痴の番に。違う違う、愚痴じゃないんだよ、愚痴交代じゃない。あんた結婚してるからさ、モテてんじゃん。いや、それとこれとはまた別の話だから。確かに既婚者僕だけですね。そうよ。これは。よかったでしょ、これ。急に4人距離取り出したから。何か。聞いちゃったっけ。これでも仙台。はい。もうお久しぶりだと思うんですけれども。うん。いかがすか、その4年半。うん。いろんなことあったと思いますけれども。なんか、はい。最初は喪失感がほんとでかかったですよ。卒業、退任されてからもはい。どういった喪失感だったんですか。なんだろうね、この間、八代さん、ヤッシーと飲んでる時に、はい、やっぱたまにラジオの話になるんですよ、うん、で、やっぱ あれが俺の本当最後の青春だったんだなっていうのはポロッと言った。はい。ヤンモ先生とね、久しぶりに飲んでね。そうそうそう、ヤンモ先生とあれ3人でね、ちょっと飲んで、そうなんだ、うん、なんかだからすごい、言ったら青春って、うん、まあ今聞いてるみんな10代のものだったりすると思うんですけど、うん、でも先代はあの時だから30代30代ですか、後半までやってて、はい、ただね、はい、まだ来るかもしんないしね、俺の青春今からね、これから、うん、全然あるでしょ、先代の中に40代でガンガン青春してやろうと、はい、うん、思ってますよ。そりゃそれだからスクローブロックの生徒から、うん、教えてもらったものとかもらったものってことなんですかね、うん、めっちゃ多い、うん、例えばお芝居やったり、はいはい、ドラマとかも出させてもらいますけども、はい、うん、もし当時を聞いてたあいつらが今の俺を見たら、うん、恥ずかしくない自分でいるかっていうのは、うん、すっごい思う。ただやってる役は大体恥ずかしい役いいんだよ、いやいやいいじゃないですか、そんなにいいですよ、自信持っていい、2年前のだって昼ドラでもね、はい、すごいあのいい役で先代出られたじゃないですか。え、どんな役だったの、なんかね、女を、うん、あのお金で買う人で、やめろよ、だからいらないんだよ、落ち一瞬出られた仙台ってすげえ思ったんで、この前も金髪にして川で死ぬ役やってたよハマり役だねって言われたそして生徒のみんながいっぱい話してるのいっぱいあるから話したくてしょうがないです、生徒は、うん、もし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 、校長の大山です。教頭の芦田です。教頭の吉田です。教頭のマンボヤシロです。校長の山重です。すげえ、すごいな福岡県23歳遊覧です。23歳遊覧、遊覧、はい、いつぐらい聞いてたんスクローブロックは。だいたい16歳ぐらいから18、19ぐらいまで聞いてました。となると世代でいうと校長はその時は、うん、山重校長です。で八代教頭、
出た山重八代世代ね、いわゆるね、ですね。はあ、今は何してんの？23歳って今は主婦してます。おお、おめでとう。そうか、そうなるのか。え、いつ結婚はされた？去年しました。おめでとう、おめでとう、人生の先輩。ありがとうございます。お子さんとかはまだこれから？あ、もうすぐ10ヶ月になる息子がいます。うわー、あら、参りました。俺が持ってないものいっぱい持ってる。ご立派。うん、どんな思い出あるスクローブロックに？いっぱいあるんですけど、うんうん、高校2年生の時に、うん、掲示板逆転で、うんうん、ちょうどその頃私が不登校気味だったんですよ、うんうんうん、で、うん、そんな時に電話してもらって、うん、すっごいいろんな言葉かけてもらって、うん、校長教頭にもそうだし掲示板のみんなにもいっぱい励ましてもらって少しずつ学校行けるようになったっていう思い出があります、うん、どんなこと言われたとか覚えてる？校長教頭、確か八代教頭にだったと思うんですけど、うん、私が学校を辞めたいなっていう方向に傾いてた時に、なんか辞めてなんか高卒認定を取ろうとしてたんですよね、うん、で、でも辞めたからといってなんか遊覧をなんかこう両手広げて待っていてくれる世界ばっかりが広がってるわけじゃないから、もしちょっとでもなんかこう学校に行きたいって思えるような気持ちがあるんだったらちょっとでもいいし、なんか誰かの手借りてでもいいから行ってみようっていう励ましをもらいました。今こう書き込みのね、遊覧という漢字を見ていてなんかね、はい、覚えがあるよ遊覧。あ、ありがとうございます、うん、先代ね、うん、こうしてその時の遊覧が今家族を持って、うん、子供と一緒にこう生活をしてるっていう、うん、あの時やっぱ校長教頭がいたからこそね、多分今の色があると思うんですけど、はい、それは違うと思いますよ、はい、本当に、はい、結局我々はもちろん遊覧にはいろんな声をかけたかもしれないけども、結局、はい、すごい極寒の寒い世界で戦ってた遊覧にまあふうふうってねちょっとだけ息でかけて温めてあげただけで、結局矢面に立って戦ったのは遊覧だからね。でも力すごいもらいました。いや、お前がすごいんだよ。いやいや、ありがとうございます。大人だな、遊覧が先に聞いてくれたの、ありがとう。大人になったってことですね。この2ラリーぐらいももちろんあるよね。意外と遊覧が大人の読みをしたね。そっか、遊覧、はい、ありがとうね、書き込み改めてくれて。いやいや、ありがとうございます。嬉しいね、こうやって、ね、うん、こうやって本当にね、うん、嬉しい。だからいろんな人の声聞かせて、うん、今日もそうだけども、うんうん、いろんなとこでいろんな人がまず大人になってよかったなと思うもんね。その当時聞いててくれた子たちが、うん、とにかく大人になったことだけが嬉しいよ、うん、まずは。あとこの遊覧におめでとうって言えるのが嬉しいよ、はい、結婚おめでとう、うん、赤ちゃん出産おめでとうって。ありがとうございます、ね。あん時聞いてたね、山重校長と八代教頭の声をまたこうやってね、うん、聞くってどんな感じ？どんな気持ちなの？なんか、うん、懐かしすぎてちょっと、うん、涙が出そうな。出せ出せ、いいんだぞ。そうすると出にくくなりますね。あ、そっか。今はね、赤ちゃんが夜泣きする時期だから。はい、自分が泣いてる場合じゃないから。この、まあ、10周年、丸10年、昨日で迎えて、はい、子供がな、物心ついて、はい、小学校とか中学校とか上がる時ぐらいまでにもスクローブロックがあるように、うん、そうですね。今の俺と芦澤京太はこれ頑張るから、うん、頑張りますよ。うん。頑張ってください。あらだ、先輩。ざっす。これからもよろしく。よろしくお願いします。さあ、そろそろ時間になってしまったんですよ。で、まあ、今夜せっかく、まあ、歴代校長教頭が揃っていますので、うん、全員で黒板リレーをしたいと思うんですが、黒板リレー今だから5枚の黒板が生徒教室にあるということで、ね、よろしいでしょうか、うん、じゃあ書きましょうか、はい、じゃあ先代から。お、はい、初代、初代校長、はい、お願いします。はい、まあまあ、山重校長、はい、はい、大人って面白いぜ、うん、
まあ本当にスクールブロックやってる時戦ってたんですよ、毎日毎日いろんなものと。でも結局何と戦ったのかなっていうのは生徒だったなって思うんですよ。毎日真剣に生きてる生徒と真剣に戦ってたんですよね。で、多分大人はやっぱなりたくないとか、まあ辛い子はいっぱいいると思うんですけども、やっぱね、改めてね、まあ僕40過ぎたんですけども、もう41なんですけど、楽しいんですよね、大人って。めちゃめちゃ。だからね、お前ら早く大人になれよって。早く俺んとこまで来いよって。で、多分その時は僕はもう、追いさらばえてると思うので、まあ、どっかで倒れて死ぬと思うんですけども、その時はあっという間に僕のことを抜いてね、ちょっとだけ振り返って笑ってくれたらいいなと思いますからね。そこに至るまでは相当頑張ってくれないといけないと思いますから、早く俺んとこまで来いよ。笑っている。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、八代教頭。はい。はい。はい。僕は安心しろ安心しろ安心しろ愛をあげよう愛をあげよう、はい、10代の頃はもしかしたら知らなくていいルールみたいなね、大人になってから分かるルールみたいのがたくさんあるから、知らずにたくさんいろんなことをね暴れてほしいんですけど、でも一つだけちょっと言っとこうかなと、大人だけでも言っとこうかなっていうのはですね、こう愛のシステムとしてね、あんまり自分がねいろんな人に愛してもらおうと思うとね、うまくいかないことの方が多い。これは10代も大人も一緒だなって僕は思って、なんか物事がうまくいってない時は、愛を自分の中にあるものをですね、周りの人にあげようとすると、すごくいろんなことがスムーズに回るし、時間かかって辛いこともあるかもしれないけど、諦めずに周りの人にね、愛を渡し続ければ、絶対物事いい方向に行くと思う。で、じゃあ誰が君を、あなたを愛してくれるんだっつったらね、安心してください。このスクールオブロックという学校のね、富山校長、そして芦沢教頭、そしてね、全、こう、先生たち、ガールズもね、で、ロックスも、そしてスタッフの人も、全員がね、君たち一人一人をね、確実に愛すから、愛を毎日届けるからね、そのもらった愛をね、確実に自分を通して周りにね、渡してあげてほしい。そしたら大概うまくいくと思う。暴れてください。ありがとうございます。ありがとうございます。芦沢教頭。はい。僕は、おめでとうと書きました。おめでとう。おめでとう。10周年。これはスクールオブロックにおめでとうもありますけれども、10周年続いたのってやっぱり生徒の力だったり、今までの校長教頭だったり全職員だったりみんなの力だと思うので、まず全員におめでとうを言って、で自分にも言っていいと思います。で次のおめでとうを迎えるためにも、これからもみんなもっともっと頑張ろうぜということを、僕ももちろんですけど頑張りますけれども、約束したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ芦沢教頭。歩み。まあ、今日、こういった歴代の方々と一緒に、喋らせてもらったりとか、みんなの声聞いて、やっぱりなんか、皆さんというか生徒も含め全員で歩いてきた道をなんか今日一回、辿らせてもらったような気持ちにちょっとなって、なんか、すごく、なんかいいところを自分も歩いてるんだなと思いますし、なんかみんなが悩んで、この道合ってんのかなみたいな。こっち行ったら盛り上がるかもしんねえけど、とりあえず行ってみようみたいなことで、もう、紆余曲折して歩いた道を、今、僕はその上にいて、なんか、一緒に歩かせてもらってるんだなってすごく思ったので、これからもみんなと、一緒に、まあ、変な道行ったりするかもしれないですし、いきなり水があるところに行き止まりになっちゃう時もあるかもしんないですけど、一緒に、これからみんなと、歩いていきたいなという気持ちに、改めて、思いました。おいっす。ありがとう。はい。じゃあ最後に。はい。富山校長、お願いします。はい、安心して毎日来い、安心して毎日来いと書きました。はい、まず、仙台、はい、そして八代教頭、はい、吉田教頭、はい、ここまで、スクールブロック引っ張ってくださって本当にありがとうございました。で、生徒のみんなに今言いたいことは、仙台から受け継いだもの、そして八代教頭から、いろいろ教えてもらったもの、吉田教頭からいろいろいただいたもの、すべてしっかり俺の中に入ってます。ってことは俺は先代でもあるし、八代教頭でもあるし、吉田教頭でもあると俺は思ってる。で、そんなこんな三人が俺の中にいるってことは、この場所ってとんでもなくすごい場所よ。だからもう安心して毎日来てほしいし、で
10周年、20周年、30周年行けばいいと思うけれども、でも、それのためになんか続けるのも違うなと思って、俺はやっぱ明日、まあ、今日ね、今日でももう終わりのつもりで毎日これから生きていこうと思うし、それぐらい死ぬ気で、本当に生徒のみんなとがっつり行きたいと思うんで、明日からも、安心して来い！以上。じゃあ最後、はい。はい。なんすけど、生徒に向かって、言ってきた言葉、あるじゃないですか。毎日毎日。うんうんうん。それ、この10年間の全ての生徒に向けて、ラストをもう一回全員でね、叫んでみたいと思うんすけど。はい。いいっすか？行きましょう！行きましょう。じゃあ、芦田京都。よろしく！スクールオブロック、今夜も、開講です！起立！レッツ叫べ！スクールオブロック、ヘイモキーステーションに全国38局フルネットでお送りしてきたスクールオブロック、下校の時間です。改めまして仙台、はい、吉野京都、吉田京都、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそたくさん暴れてほしいしね、失敗してほしい、10代の子には、うん。